撮り直します。はい、やはりこのジャニコチエ動画、ダンディ落画を選んでくれているこの動画にも出会ってくれている方だと思うんですけど、やっぱりね、俺のペンでよければね、ダンディのペンでよければまだ見ぬ想像を探しに共に行ってやろうという方が出会ってくれている可能性が高い、出会ってくれていると僕は思いたいし思うので、そうなったらね、より良い視聴しやすさっていうのがあるんであれば、そっちにシフト取り直すことは意図はないというところで、そんな気持ちでございます。でやっぱりね、これからも出会っていきたいし、はい、本音を言えば、やっぱり縁をいただけてこうやって今も出会ってくれてるんであれば、これからも出会っていきたいので、まあ、どうせなら見やすい形で動画を残す方がいいのかなって思いました。はい、で素直になれないどころか、もしかしたら素直じゃない自覚すらないかもしれない、まさるくんね。素直な自分を認められない中でも本当の自分になっていけるかな、いけるよねっていうところで、知恵と勝るクリスマス物語イフを考えたというところは、しっかり口に出して伝えたいなと思った。せっかく撮り直すならね。でやっぱりどうせ、まあ知恵ちゃんからしても中学生で初めてのクリスマスなわけですし、まあイフですからね、当然見たことない景色になっていく、バレンタインもそうですし、だったらどうせ見たことない景色なら原作でもアニメでも扱われないテーマの方が、まあ見たことない景色によりなっていけるし、まあ見たことない景色の方がより楽しみのシェアができるのかな、多少なりね、そうなっていけるんなら、やっぱり撮り直した方がいいし、こういうのもしっかり口で伝えたいな、せっかく出会ってくれているしっていう気持ちから、まあちょっと動画を進めたいなと思います。まあ、これもね、中学生男子なり中学生女子なりの会話になっていれば嬉しいなと思いながら、ちょっと、でこれもね、オリジナルキャラクターで、ちょっとまあちょっとダンディーなりに照れがあったんですね。で説明しようかなと思ったんですけど、その動画はその動画で残っているので、せっかく出会ってくれてる方々の時間に、やはりもっともっとね、敬意っていうものを払って、まあ、この動画に集中します。この説明はいたしません。でプレゼント交換会でやるんでね、個人へのプレゼントはあかんやろみたいなことを先生に言われたやんみたいな話から、はい、まあ気持ちは受け取るけど、うちは帰るから、みんな楽しんでや、ちえちゃんが帰っちゃいます、つって、おればいいのにちえちゃんみたいな。でここでちえちゃんはみんなを気遣って嘘をつきましたっていうことを言ってました。はい、14分の動画ではね、店があるししゃあないねん、帰るわっていう、でここですね、クリスマスパーティーに下品なホルモンの匂いさせていつまでおんねん、ここでこのセリフを良ければ意識していただけた方が、この想像のシェアになるっていうのは、より良い想像のシェアになりやすいですっていうのは、ここで伝えるべきでしたねっていうことを思いました。でもう中学生なんで、同じようにやり合わないちえちゃんの図みたいな風な見せ方の方がいいのかなって思いました。そういうやっぱり撮り直す機会をいただけて、また出会ってくれてる方々には本当に感謝しかないです。ありがとうございます。で、食べ物、ケーキ、ホルモンでも下品なじゃないよみたいな、その考えが下品やでみたいなことは、小学校の2人のやり取りなんですけど、中学校で友達になった彼女たちの視点から見れば、まあ白い目を向ける対象になっていくのかなみたいなことも、まあ中学生イフの再生リストにも入れてありますし、その動画はその動画であります。でやってくれてありがとうございます。でまあたかしくんはたかしくんで、中学校には友達はいるんでね、小学校のままじゃなくて中学校にシフトしていければいいのになみたいなことも言っておりました。はい、で先ほども言ったように、クリスマスというのは、ひらめちゃん、そしてちえちゃんにとっても中学校のクリスマスというのは、まあ中学校では初めてのクリスマスというところで、ひらめちゃんからすると、ああクリスマスに、ちえちゃんがいないクリスマスになってしまったわけなんで、そういう寂しさがあるのかなって思いました。はい、でまさるくんとたかしくんの友情も、やっぱせっかくなんであんまり見たことがない景色だと思いますんで、しっかりこうスポットライトをイフとはいえね、当てて描いていきたいかなと思ったっていうところです。でクリスマスくらい仲良くしてやってもええと思ったんじゃというのは、まあなら参加してほしかったんやんっていう図ですね、これはっていうことです。はい、でまあ小学校の時に、まあ私立の学校、ところの中学校に、まあまさるのお母さんですね、行かすって言ってたんですね。でもまさるくんは
断ってるっていうところです。でもしかして知恵がおるからこの中学校に来たんじゃないのっていうのも、もしかしたら気づいていない可能性がある、素直じゃない自覚すらないかもしれないマサル君というのはここで描いたということもしっかり口に出して伝えるべきだったと、今は思います。でまあ高校でいい高校に行ったらいいんやからなっていう気持ちを言ってますけどね、ここではねっていうところで、友達と慣れ合ってアホしとるお前らの相手なんかせんのじゃっていうところで素直になれない部分がある。でもたかし君は自分の気持ちをもう素直に言い表せる、言えるマサル君にねと思うんです。それはやはり中学校になってたかし君が金魚の糞のままじゃあかんっていう、しっかり自分の足で歩くっていう生き方を見つけたから言えると思うんですね。でこういう本音に対して本音で向き合えないっていうマサル君の、まあ、中学生ならではのっていう表現ができればなって思ったっていうのはありますね。はい、やっぱりこれは原作でも触れられている金魚の糞ではいかんのやっていうのをちょっと描きたかったな。そこがやっぱり彼らの友情に、スポットライトを当てていける、きっかけになるのかなと思ったっていうところでございますね。で、まあ、ちょっと白っこい感じ、もうまあ表現できればなっていうことも言ってました。やはりたかし君の中学校での友達なんですけど、この友達っていうのはまさる君の友達ではないのでね、うん、だからマサル君からしたらね、ちょっとまあやっぱり折り場がないというか、ちょっと白濃いかなと思いますね。うん、まあでこうですね、こうやってこう図体がでかい1年生なのでデリカシーなくズゲズゲ聞いてくるかなっていう、たかし君はマサル君の様子を伺いながら、まあ知恵は帰ったんじゃないのかみたいなことを言って、でここがマサル君が知恵ちゃんに言ったセリフと同じなんですけど、他人に言われると腹が立つっていうところで、これがやはり今まで知らなかった、自分でも気づいていなかった一面じゃないのかなって思ったんですね、僕は。でこういうのを描こうと思ったきっかけはやはり相撲大会ですね。僕は相撲大会で彼はたかし君とちえちゃんの裏で怯えて目も合わさない震えてる男の子なのかなと思ったんですけど、ひらめちゃんが負けた時に敵打ったれと睨んでいた印象っていうのが非常にあったんですね。それもやっぱり言いたかった。だから本当はマサル君自体も自分では気づいていない一面っていうのが多い子供なんじゃないのかなって思ったんですね。そんな中でやはりひらめちゃんの優しさっていうのも成長とともに多様性が見られるのかなって思った。いやいやながらでも看病頼まれたらやってるし、まあたかしはねみんなの仲裁ですよね、はい、でまあ素直になれないでこうですね、マサルはちょっとだけ見直したよみたいな。ケーキを渡す、これもやはり小学校5年生の時には考えられない2人の景色光景だと思うんですけども、成長するということはまあ景色も増えるのかなって僕は思った。でこういうことにしましたね、うちのケーキやる、ちえちゃんをバカにした男子にマサルがぶつけんかったらおそらくひらめちゃんがぶつけていたと僕は思いました。でマサルに先越されて悔しいから、まあ自分のケーキは本当はねぶつけたかったけど残っているし、ぶつけれんかった自分っていうので悔しいからマサルにあげる、食べてっていうところかな。だからあんたにやるよっていうところですね。で冷やかしてこんのやっていう照れがこっちにあるのかな。で知恵ちゃんのために奢ってくれたことはありがとう、でも嫌いやけどねみたいなのはいつもの小学校の時の、まあ、マサル君とひらめちゃんが残ってるっていう演出ですね。そんな中でジングルベールジングルベールっつって本当の自分がわからないのでだからマサル君は戸惑いながら中学生になっていくのかなっていう絵の演出で終わろうと思ってたんですけど、まあ多少ちょっと長くなってしまうかもしれないんですが、ここはやはり気持ちをやっぱり文字にして、触れとく必要あるかな、それがやっぱり想像の視野につながるかなと思ったんで文字を書いたっていうところでございます。あいつらの言ったことと知恵に俺が言ったことというのは何も変わらないのに腹が立つんや、原作なら、なんでやろう俺はまたノイローゼにでもなったんかなみたいなことを言うかもしれないですけどね、っていうところです、はい、でここまで書いたのでどうせなら
小学校の時にはしない行動、できないだろう行動を最後に持ってきたっていうのがこちらの絵になりますね。はい。うん。下校までは怪我なんかしてなかったのに、クリスマスパーティーで何があったら怪我ができるのみたいな、パーティーの途中じゃないのみたいなんで、本当はひらめちゃんからもらったケーキなんですけど、嘘をついて知恵の分野と思って言って持ってきたっていうのは、本当に本来ならね、多分たかしくんを使ったりたかしに頼んだりみたいな原作とかアニメ見てると、でも自分で動いたっていうのがやはりちょっと中学生だからちょっと変化があるのかなって僕は思ってこういうのを書いた。でもやはりまあ小学校のちえちゃん、小学校5年生でやり取りしていたまさるくんとのやり取りっていうのはまだやっぱり変わらないと思うんで、小学校の時の会話になっていく。どうしても、うん、クリスマスプレゼントも買えんと、パーティー最後まで参加できんお前をかわいそうやと思って持ってきたったのにみたいなところで、まあ皮肉を言い合う2人になっちゃうんだけど、小学校5年生の2人の関係っていうのは、コケザルとチエちゃんの関係も好きですけど、やはりこの2人の関係っていうのはより難しくて深いと僕は思ったので、それを言い表す言葉っていうのは僕はこうしか思いつかなかったので、僕なりに俺が悪口言えんくらいチエには不幸になってほしくないっていうところをあてがった。でどういう意味やわからんなっていうところから見てみっつって、珍しいことするから雪やんかって言って、のまあ、ジャリンコ知恵っぽいオチを考えて、まあ制裁みたいなこと、こういうね心の置きどころっていうか、暴力不良っぽい漫画によくある悪いことをしたら殴られるみたいな因果応報的なオチもいいんですけど、まあ、ジャリンコ知恵っぽいオチとしてはやはりその頃クリスマスパーティーは佳境であった、プレゼントの交換会でひらめちゃんにウイスキーボンボンが当たったのである、ちえちゃんをバカにした男子生徒たちはひらめちゃんの無自覚な歌によってある意味天罰が下っていた。この方がじゃりっこっぽいオチかなと僕は思ってこうしました。誰かの心とか誰かをバカにした人間が心からクリスマスを楽しむなんてことはやっぱり心の置きどころにはならないのかなと思って、でも暴力だけが、暴力表現だけが天罰ではないのかな、じゃりんこちえではと思いました。それではまた次の見たことない景色でも会っていただけるように真摯に向き合って描いていけたらなと思います。